そこが日本は決勝に進めず、ベストナインはゼロか。ユーバンク選ばれてるな。大掛布が首位打者だ。しっかり育っているようだな。ライマルもナイス。11年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番センター、広瀬。2番セカンド、鈴木。3番指名打者、小笠原。4番サード、村上。5番レフト、ユーバンク。6番ファースト、ベタジーニ。7番ライト、長谷川。8番ショート、紅林。9番キャッチャー、角。続いて投手陣。先発調子次第、今井。先発調子次第、山本。先発調子次第、高堀。先発調子次第、近藤。先発調子次第、佐々木。先発調子次第、大室。中継ぎビハインド、宮城。中継ぎビハインド、笹岡。中継ぎ接戦時、青山。中継ぎ接戦時、松岡。中継ぎ接戦時、ウィリアムス。セットアッパー、モイネロ。クローザー、マルティネス。留学選手が帰国。杉下しっかり変化量伸びたな。コントロールも結構伸びたな。白間はもうすぐパワーへ。杉下かなりいい能力。あとは特能だな。特能ガンガンつけていこうぜ。どんどん城島みたいになってきたな。正捕手になれるよう引き続き頑張るんやで。広瀬楽天キラー来たー。サイクルか。広瀬サイクルヒットおめでたし。去年は門脇がやったのか。ほんとノーノーに比べてサイクル達成少ないよな。チケットガチャの時間だー。今年も転生はなしか。 OA ランクいるな。久々に出たか。お二人目。栄養か二人取ってやろう。久々の助っ人ゲットだぜ。こいつはバランスいいな。でもショートなら守備が低いかな。こいつの方がマシそうだな。こいつはミート以外はいい感じっぽいぜ。ドラフト選手の能力。福留やっぱりいい能力。さすが全盛期は違うな。福留期待してるからな。浅いは守備とミートか。ちゃんと練習しておくんだな。立山は全然だな。高卒だがどこまで育つかだな。今シーズンもこのお時間。今年の相手は巨人か。巨人はどんな選手が活躍してるかな。読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズ日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は関東のドクター K 種村。対するライオンズの先発は獅子のノーヒッター今井。この両投手が4番か。何やってんだ。初戦負けか。
吉信貫通だー。さすがだな。いい感じだぜー。高堀よくやった。これで大手だぜー。今日は大室が完封か。先発ようやっとる。日本一だー。見事天下を取りました。歓喜の瞬間です。バンジャイ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 。初戦は落としたが、その後4連勝で決めたな。だが近鉄との交流戦負けたから、まだまだダメだな。両エースの好投で、うちは怒涛のマシンガン系統むなしくあと一歩及ばず。次は必ず勝つぞ。見事日本一とライオンズ連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。さあいっか。近鉄との交流戦は弱くも攻略できなかったな。さらに強力な三足打線を作り上げてリベンジしてやるから、楽しみにしておけ。おお、今年も120勝だー。ペナントは順調だな。防御率も1点台達成やでー。投手陣は問題ねえな。次は打率3割全得点だな。全ポジションベストナインもだな。キャッチャーは吉永か。キャッチャーとショートか。MVP と沢村賞は吉信。帰ってきてからも大活躍だな。あん、最多勝多すぎだろうが。しかもみんな違う球団という。吉信圧倒的。全員うちの選手だな。新人王はどいか。いきなり出てるんだな。吉信おめでたし。小笠原はちゃんと小笠原に成長したな。ちゃんと小笠原はロタ。確かに小笠原らしい成績だな。成績的にキャッチャーとショートがイマイチだな。福留はショートにコンバートしてもいいかもな。もともと福留はリアルでショートだったしな。吉信はまだまだバリバリだぜー。22勝も勝ったか。勝利の方程式コンビはまだまだ元気だな。ガッツー。褒めた途端これだ。選手の契約公開。佐伯は首。佐伯かなり衰えたな。杉沢も首。出番なかったな。鈴木も首。こっちの鈴木も出番なかったな。渡辺は引退。今までお疲れさんだぜー。以上だ。見ていくぞ。このピッチャーまあまあだな。奥井。俺じゃねえよ。いらんな。うちの一人目は田所だ。田所悪くない能力だけどな。二人目は山村だ。山村もいい能力だぜー。こいつまあまあだな。
コントロールが低いな。スロスタがなければな。ミート以外はバランスいいな。こいつ悪くないな。リリーフなら使えそうだな。ショートならもう少し守備欲しいな。赤すぎらん。ノーコンだな。こいつももう年だな。特能まあまあいいな。守備低いな。基礎能力 C 欲しいな。ミートと硬いぜ。今年はまあまあなやつ多いな。いつもよりはレベル高いかもな。こいつは普通だな。ノーコンはいらないな。ムードバツもいらないな。こいつもノーコンだ。21歳か。ノーコン克服したら化けそうだけど。特能いいな。うちはこいつだ。大ノーコン克服試すのね。うちの選手はダメか。クソだ。最後か。こっちだな。もうよい。田所頑張れよ。大見よろしくだぜ。さあ今年は誰がいるかな。見ていくぞ。先生いないな。これは偽番長。小山だー。精密機械小山か。小山はかなりいいレジェンド投手だからな。前作での実績もあるからな。先生投手は小山だけか。相当いい先生がいない限り小山やろな。
ノムチェンダー。元カープの野村か、ショートは補強ポイントでもあるからな。ノムチェンは福留みたいにかなりバランスいい基礎能力。福留のショートコンバートも考えたが、野村なら野村でいいかもな。なるべく今作から登場した選手を取りたいな。先生は小山とノムケンの二人か。ドラフト1位は野村だ。今のうちの補強ポイントはショートだからな。カープとかぶった。小山はやっぱり人気だな。頼むぞ。ふん、オッケー。小山はロッテか。ドラフト2位はこいつ。かなりバランスのいい社会人サード。ドラフト3位はこいつ。コンスタシーのアンダースローだぜ。以上だ。ノムケンはどんな感じかな。ノムケンチャンスに弱いのか。まあそれくらいならよかろう。他の適性はついてないのね。こいつは打撃だな。オールシー以上にはすぐになりそうだな。こいつは乱調か。伸び B だからもったいないな。小山はロッテだぜ。FA したら必ず取ってやろう。小山は天敵になるやろな。辰巳帰ってきたか。まだまだ能力は衰えてねえな。メジャーでの成績はまあまあって感じかな。結構人気だな。うちはスルーだ。福留も外野で使うことになったしな。辰巳はヤクルトに行ったぜ。メジャーでの成績だ。辰巳かなり長いことメジャーにいたんだな。ほんとかなり強いレジェンドなら成績期待できるな。早く王とか転生してきてくれ。エトーポスティングか。エトーはしっかり育ったようだな。かなり活躍してたからな。メジャーでどこまでやれるか楽しみだな。エトー頑張ってくるんやで。さあ FA だぜー。高橋か。ついに FA で逃げ出すのか。こらこら。成績は十分だな。あ、ロックオンされてるな。メジャー移籍の可能性も高いのか。海外逃亡か。赤すぎだな。シュンペーターも FA か。成績は全然だな。いらんな。球は速いな。キャッチャーか。まあ普通だな。パワーと肩だけだな。バッツなんでやー。ようやくそれらしい成績になってきたタイミングで。阪神と巨人か。まあまあかな。
交渉は小笠原と高橋だ。お前もうちの打線の軸の一人だ。メジャーもやめておけ。年俸10億の5年契約。背番号もそのままだ。絶対に残らねえとわかっているだろうな。お前の憧れの山本もうちに入る。当然身の安全は保証してやろう。年俸10億の4年契約。背番号もくれてやる。国外逃亡せずにうちに来た方がいいぞ。ガッツよかったー。高橋ー。国外逃亡を選んだか。保証はこんな感じだ。ウィリアムス亡命希望。お前はまだ出さねえぞ。こいつまあまあだな。成績もう少し欲しいけどな。こいつも似たような成績だな。ジェフ確保。再起殿堂入りか。獲得はなしだ。再起はどうだぜ。再起は通算何勝かな。そこまでだな。防御率はあっぱれだぜ。留学は福留と富永を。アメリカリーグだ。若手はしっかりと成長するんやで。そういえば助っ人は一人帰国してもう一人は残ってたな。クビにされるのを免れたか。まあ来シーズンクビだろうけどな。わろた。さあ今シーズンもしっかり頑張れよー。野村の獲得でショートはなんとかなりそうだな。バンバン新レジェンド出てきやがれ。続く。